いきなりですが、この動画を見てるプリンセスのあなた、小鳥の水浴びって見たことあるプリンセスは鳥さんとお友達、王子が迎えに来た時のために一緒にイメトリしよう。君の素敵なお友達を僕に紹介してくれるかいふふふ、<laughs> もちろんよ、王子。これが妖精のような私のお友達って、誰 <laughs> <laughs> 王子様もびっくり。こちらが本気でお風呂に入る大迫力通ルです。すごいドヤ顔。 不要性というよりもはや悪者、王子も逃げる迫力だわ。びちょびちょやな。まあかわいいからいいけどね。そういえばこれストレッチ動画なんでした。では早速気を取り直してやっていくよ。お尻のストレッチからまずは始めよう。足を上げてまっすぐ前に倒れていくよ。お尻を伸ばすことで、腰痛改善、肩こり改善、X 脚、O 脚。改善、むくみ改善、なんかいろいろいいことあるからぜひやってみてね。そしたらちょっと横に倒れてみよう。また別のところが伸びるはず。 なんか変々お尻も垂れて足もむくんでパーみたいってなると足が短く見えるし嫌だよね。ちなみに袋の足みんなどうなってるか知ってる袋って意外と足長いんだよ。これ有名な画像だけどほら、見て <laughs> めちゃくちゃ長くない <laughs> 私これ最初びっくりしたんだけどね、実は春吉も長いの。ほら。 袋だってストレッチするし袋だって動いて着地するからね、これ足長いの着地の時にちゃんとクッション性を保つためらしい。別の画像も用意してみてほら見てこれも、お風呂上がりのお父さん。<laughs> なんやお前帰ってきとったんかいな。はいお風呂入りや。っていうお父さん。 はいじゃあねあと1分頑張りましょうみんな膝曲がりっぱなしだから足伸ばしてちょっとつま先上げてぐーっと前に倒れて足の後ろを伸ばしていくよ倒れるときに頭た前がにコロンと落ちたり肩が丸まらないように気をつけてみてねもう片方やってみるよ背中をまっすぐにしておへそを折りたたむような感じにしたらちょうどよく曲がれるからやってみるね ちなみにこれがどれだけ前に行くか大事じゃなくてあれ昔よりこんなに硬くなってたんだな。知らなかったなって今気づけるっていうのが大事。こうやってみんなが動いてくれてるのがとっても大事なことなんです。はい、もう知らん間に次行ってますね。はい、つま先上げたり、伸ばしたり、上げたり。 伸ばしたりゆっくりでいくらやってみて本当に足首くはどん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 硬くなって最終的にはこけやすいからだになってしまうからねこれむくみも取れるからね今日は美脚のためにいろいろやってみた二分だぜって感じてよろしくはいということで今日も日本んみんなありがとう大好きだよ